雪っていうのがないかと思いますが、ほとんどですね、これから先雪が降る時期になりますと、このトンネルを境にトンネルは抜けるとそこは雪国だったっていうぐらいに変わります。雪国、うん、雪国になります。すごいよ。雪かけてあなた雪かけて今でも雪でも雪はい、雪国の歌が出ておりますが、はい、そうなんですよ。本当にね、それまではチラチラとしててもね、積もってることはないんですが、このトンネルを抜けたらもう本当に雪っていうね形になってくるところ、本当に立場に来たなっていうところで、雪と雨が多いところなんですね。だから立場へ来るときにはお弁当を忘れても傘忘れるなって言われるぐらい雨雪の多いところです。これからね、皆さんが寒いなと思うところで、ね、それよくご存知ですね。あなたのよく、しかも演歌をよくご存知のようでね、本当にあんまり雨は好きじゃないですけどね、そういう歌があるとちょっと暖かい感じにはなるかな。雨の歌、うん、雨の歌ね。雨が降るあなたくない、その悲しい歌ですね雨イコール悲しいような感じのねあるようでございますけれどもね。まあまあ、これから先こちらの方では雪が降ると、まあこのトンネルを境にというようなことがね見えてくるかと思います。で、あそこに入ってきましたが、ちょうどこの右側の方のね、生野銀座っていうところになります。はい、今はミュージアムになってまして、結構カラフルにカラー、イルミネーションみたいな感じで、はい、明るい。昔でしたらね、やっぱり銀座とかっていうようになるとちょっと暗い、厳しい、なんかしんどいっていうイメージがあるんですけれども、今は皆さんにミュージアムとして見ていただこうということで、結構照明なんかも明るくしたりとか、イルミネーションを作ったりとかっていうような形で、皆さんにもっと楽しんでもらえるように、見てもらう分にはね、実際には銀を取るというのは大変な作業でしたので、そのところはありますけれども、今まで動かなかったこうなってた人形が動いたりとかね、いろんな工夫をしているようでございます。ですからこの生野地区っていうのは昔から幕府直轄の地、銀山、金山の取れるところっていうのは幕府の財源になりますから、直轄になってるんですね。だからそこには大名を置いてるだけで、そこに殿様がいて、そこで全部こう仕切るということができません。だからここで何かがあったとしても、江戸まで行って訴えないといけない、直訴しなきゃいけないっていうようなことになるんです。だけど直訴したらほとんど打ち首になります。打ち首、ああ、乳首かな私の乳首ピンクごめんなさい。 OK、 放送禁止用語に近いからマイクは通さない前の人だけで楽しもうみんなおいでーすで、笑えるものじゃないんですよ、内首っていうのは首を落とされるから。あ、首落ちる、首落ちる、うん、だからそういうこと、ありがとうございます。はい、昔はね、ちんちん首悪いな、もっとひどい放送禁止用語でございます。ちんちん首じゃない、はい、前はおかしい、お酒飲んでないのに飲んでないよ、お酒足らないもん。ウロン茶で酔ってしまった。バシ酔いじゃないけど、ウロン茶酔い。ウロン茶酔いね。OK です。楽しいね。だからまあ歴史もこうやっていろいろ言ってもらうと急に楽しい歴史になってきますね。はい、でもこの辺りの人はね、本当に何かこう不満があってもここで解決できないから、もう我慢しなきゃいけないっていうことがあったんですが、でも生野の義居っていうのがあって、いやこのままじゃいけないから、やっぱり江戸に行こうじゃないかということで、なんと江戸幕府を倒そうということで、ここでは生野の義居という、まあ、いわば反乱が起こったんです。はい、
たくさんの人たちがここで反乱を起こします。だけど